あ、来た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 。あ、来ました。おー、はい、あ、大丈夫でしょうか。こんばんは、ナナです。今日8時10分から出演予定なので皆さん来てくださいね。今日はね、衣装が前と前回と前回となんか今日はいつもと違う春ファッションです。夏っぽいけど春ファッション楽しみにしてね。はい、頑張ってね。はい、告知もお願いします。あ、どうも、ありがとうございます。レッスンが、シーノ君が来てます。はい、どうも、前の番組でお邪魔しました。最近はどうですか。3月10日の主催ライブの準備で今おバタバタしてます。すごいな、これミラーボールが邪魔してる。ちょっと反対に。角度こっちですか。はい、そこの方が。いや、これもう生放送ですか。はい、生放送です。SI-NO でシーノと言います。どうです。今日楽しんで帰ってください。はい、今日はね、楽しんでいきます。あの、山ちゃん頑張って歌いますか。今日メインゲスト山ちゃんですから。びっくりですね。びっくりしましたよ。メインだぞ。いや、シーノ君覗かれてますよ。あ、そうだね。今日もだもん。はい、今日は物販コーナーこんな感じです。なんか山ちゃんの CD は、はい、ございますよ。なんか山ちゃんに似てない写真がね。そうなんです、もう全然顔出しが変わっちゃってね。これゴミ箱に捨てておきましょう。はい、バーカンの大ちゃんがいます。照れてます。山ちゃん、そろそろ行きましょうか。サチロスミュージックステーションボール2。山ちゃん、8分押してるんで。8分押してる。はい、お願いします。もう始めてください。はい、了解です。はい。ます。もういいね。怖い、こういうね。お、そろそろ始まるかな。はい、じゃあ行きましょう。はい、皆さん、どうもこんばんは。はい、こんばんは。というわけで始まりました、サチロスミュージックステーションボリューム2というわけでございまして、僕たち、司会進行の、マッツンとヤマでございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
さあ、というわけで、はい、やってまいりましたよ。はい、やってまいりましたよ。はい、あ、じゃあまずご説明からお願いします。はい、ご説明ね。はい、はい、このイベントはですね、はい、新人アーティストを応援するためのアットホームなイベントとなっております。はい、ユーストリームで、チームサシロス TV です、サシロス TV さんの方で、ここ、渋谷シーフティから全世界に向け発信中でございます。はい、はい、というわけで、いや、松井さん、何ですか。いや、僕ですね、これ2回目じゃないですか。はいはい、あ、2回ですね。はい、前回ですね、はいはい、なんと僕、はいはい、初 MC とも、ね、司会進行あったんですよ。ほうほう。つまりマッツのポジションを僕前回やりまして。できたんすか。いや、できたよ。できたんすか。いや、いや、前回ね、見にね、来てくれた方も今日いらっしゃるんですけど、はいはい、あのね、一応ね、よかったよってお褒めの言葉をいただけました。おー、おめでとうございます。いや、なんか嬉しくですよ。まあね、そのわけで、ね、今日はちょっとね、マッツのね、サポートっていうことで、はいはいはい、やりたいと思いますけども、まあ、お手柔らかに。お手柔らかに。カミカミじゃねえか。もうね、大丈夫なのか。緊張しちゃってさ、もう。まあでもね、はい、こんな山ちゃんですけど、はい、あの、前回 MC やった時に、はい、お客さんから大絶賛をもらったと。はい、じゃあ、はい。いうことでね、まあまあ、そのトーク力のちょっと、見せ場をですね、はい、ちょっと、たまーに僕黙るんで、え、マジっすか。たまーに一言も喋んなくなるんで、その時山さんが喋ることになりました。あ、大丈夫かな。わかりました。じゃあ、やるときは頑張ります。その時は僕何にも手出してきませんよ。仲間だ。ちょっと離れますからね、僕。ええ、分かります。じゃあ、分かります。頑張ります。はい、じゃあ、まあ、そんなわけでございまして、この山さんがですね、今回ですね、なんと、あ、ゲストライブで、あ、そうなんですよ、はい、山さんが、はい、組み込まれてしまっているという、はい、衝撃の、あれ、組み込まれてしまって、組み込まれてしまって、衝撃の事実、すごいですよ、山さんがね、いや、偉くなったね、山さん。偉くなった、いや、ありがたい、ありがたいことですよ。ありがたいことだけどね。まあ、そんなわけでね、そんな山さん、はい、まあ、この先を期待しつつですね、はい、このイベント、始まりますので、皆様、よろしくお願いいたします。お願いします。拍手。もしもしと、もしもしとね、はい、やっております、はい。それではですね、最初のアーティストさん、はい、行きましょうか。早速紹介したいと思います。最初のアーティストさんはアブリーハニー&チョコレートラバー、ドゥームデスメタル系崖っぷちギタリストとガーリーポップ系の絶世の美少女による異色の幻想系コラボユニットと、はい、あらら、いうことなんですよ。いや、どんなステージになるんですかね。まさかこのなんかわざとらしい、わざとらしいですね、あなたね。いやいやいや、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。さあ、というわけで、紹介してみましょう、はい、アブリーカニー&チョコレートラバーです。どうぞ。昔、ある寂れた路地裏の隅に小さな人形店がありました。お客もまばらで古びた店でした。そこの人形職人の作る人形は愛玩人形と呼ばれ、まるで心があるかのような優しい表情をしていました。人形が並べられていましたが、たった一体店には並ばない人形がありました。その人形は孤独な人形職人が唯一自分のために作った人形でした。そ
この人形には他の人形にはない歌うという特性がありました。人形職人にとっては古びたギターを弾きながらその人形の歌を聴く時間だけが彼の孤独な心を癒す唯一の時間でした。彼は毎晩店を閉めた後、彼のギターと共に歌う人形の声に聞き入るのでした。しかしそんな日々も長くは続きませんでした。人形店にはお客が入らず、人形職人の暮らしは貧しくなる一方、季節が冬になっても彼の家には温まるものは何もありません。食べ物も着るものもままならず、孤独な中で人形と寄り添うことだけしか彼にはできませんでした。そんなある日、人形職人のもとに一人の男が訪ねてきました。歌う人形を譲ってほしい。男はある夜に店の前を通った時に人形の歌声を聞いて窓からその人形を覗き込んでいたのでした。人形職人にとってはその歌う人形はとても大切なものでしたが、貧しい自分が持っているよりかは他の誰かに愛された方がこの人形も幸せだろうと思い、その男に譲ることにしました。それから何十年もの時が経ち、あの人形職人もすっかり年を取りました。彼は貧しいながらも一人ひっそりと暮らしていました。ただあの日手放した歌う人形のことは忘れられませんでした。毎晩ギターを弾いては歌う人形のことを思うのでした。そんなある雪の降り積もる寒い夜、彼がいつものようにギターを弾いていると、外からか細い歌声が聞こえてきました。それはあの日手放した歌う人形のもののように聞こえました。彼が耳を疑いつつ外に出ると、家の裏に小さな人形が横たわっていました。ところどころ壊れ、服装や髪型も変えられていましたが、紛れもなくあの日の歌う人形でした。そして雪の上には数センチほどの小さな足跡が遠くから続いていたのでした。ごめんね、外は寒かっただろ、家にお入り、またあの時のように歌おうか。彼は人形を家に抱き入れると、はるか昔人形と過ごしたあの時間と同じようにギターを弾き始めました。しかし人形はあの日のようには歌えなくなっていました。
その歌は歌というには儚く悲しいものでした。好みの服を着て、パッチリお目目に長いまつげ、あなた好みに合わせたの。ぷるんだ瞳にキラキラ涙。ダメね、あなた好みじゃない。
がとうございます、アグリーハニー&チョコレートラワーです。ですね、まあ普段、ドゥームデスメタル系をやっている、まあ、吉行くんと、ガーリーポープっていうのかな、そういうジャンルをやっている、私宮古の、まあ、異色、幻想系コラボユニットとしてやっています、まあね、まだ始めたばっかりなんですけど、まあね、これからどん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 、まあ、変な世界観をお見せしていけたらなっていうふうに思っています。ここでですね、ちょっと告知をさせてください。3月の10日ですね、飯田橋の方にあるスペースウィズという場所で、6時半から、シノフェス2013というイベントの方に出させていただきます。そこでですね、まあ、自分は、今回、まあアグリハニー&チョコレートラバー、略してハニチョコって言うんですけれども、そちらとして出るのではなく、まあ、彼は主催であるシーノさんというアーティストの方のサポートギター、で私は MC として、出演するので、ぜひぜひ、見に来てください。詳しくはですね、私のブログまたは彼のブログの方で詳細が載っているので、私のブログの方は、ひらがなでみやこ、カタカナでマニア、みやこマニアで検索していただいて、で彼の方のブログは、崖っぷちなギタリスト人生という、言葉で検索してもらいますと、彼よしゆきくんの、ブログが出てきますので、ぜひぜひそちらの方でチェックして、3月10日の方ぜひぜひ遊びに出してください。というわけで準備はいいかな。というわけで聞いてください。メリーゴーランド。Thank you.
い、どうもありがとうございました。ブリーハニー&チョコレートラバーさんでした。はい、ありがとうございました。はい、町田明明でお願いします。さあ、冒頭からね。いやーね、独特なワウでした、ね。独特だっていうかね。はい。大丈夫です。ビビってないです。いや、そんなことない。そんなことないよ。そんなことないです。そんなことないよ。はい。というわけで、もう一度、アグリハリーチョコレートラバーさん、出てきていただきましょう。はい、お願いいたしまーす。はい、どうも。大丈夫かな、大丈夫ですか、はいはい。最初からかっ飛ばしましたね。ね。かっ飛ばしました。はい。ここ最近ちょっと私に、変な死神がついて困ってるんですよ。はいはい。私すみません。あなたは全然ね、全然、違う、怖いものもいっぱいついてますよね。まあね、はい、ちょっと最近ね、悪霊が8体ついてたとかね、そんな噂がね。はい、どこかしらに。あと、ここはね、ちょっと普段、同じ団体でやってる。まあ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 。ね、あ、まあ、ここでその話をしちゃうんだ。ね、まあね、まあ、ここは普段、即興でお客さんからお題をもらって、その場でお話し作って、その場で演じたりとかね、はいはい、その場で歌歌って、その場で歌ったりだとか。はい。で、まあ、またね、その彼は、普段、こう、まあ、ルームって言って、まあ、彼のお話だと、その、こう、暗い、遅い、思いをテーマにした、音楽とか、またデスメタル系とかやっているっていうことで、で、まあここで、ちょっとコラボをして、まあそしたらどうなるかなっていう感じでね、まあやってみたのがこの、ハニチョコなんですけど。この後のね、アルフさん。どんな感じで出てきているのかって。ああ、すいませんね、なんか出にくくないですかね。はい、まあどんな感じでしたね、お客さん。というわけで、アグリハリーチョコレートラバーさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。後ろの指揮官さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。指揮官さん、一言も喋るんだね。じゃあ、続いていっちゃいましょうか。はい、どうぞ、いっちゃいましょう。はい。さあ、続いてはですね、打って変わって、はい、ボカロ。お、チンガ。バオ、ボカロですか。はい。シュウエイさんという方でございまして、はい。はい、ちょっと紹介させていただきたいと思います。天使の歌声、クールガイ、その名はシュウエイ。ちょっとかっこいい。いや、僕ね、一回彼のステージ見たんですけど、はいはいはい、僕感激しましたから。感激しました。はい。なので、ぜひともね、今日もね、楽しんでこうね、楽しみながらも涙流してるところ。ちょっと滑舌が悪いですね。そこは気にしないで。はい。というわけなので、はい、見ていただきましょう。続いてのアーティスト、シュウエイさんです。どうぞ。どうも、シュウエイです。今日はよろしくお願いします。じゃあ、しゃべりの前にいきなり1曲目ちょっといきたいと思います。さりしの原っていう曲です。どうぞ聴いてください。かけて足りない僕ら、気がつけばいつの間にか君の隣にいた。別にこれといった根拠はどこにもないんだけど、君に問えば補えるそうな気がしたんだ。駆け引きでもなく、慣れ合いでもなく、ただ君と僕の時が、声が、思いが共にあるのに、君が待ちあけない分だけ僕が代わりに泣くよ。僕が待ち笑えない分だけ君は笑っていて。
別にこれといった理由はどこにもないんだけど、君といれば見失わないような気がしたんだ。君が抱きしめない喜びを僕が抱いたよ。違う人の曲で、なんだっけ、ティアー2ステップリミックスっていう曲です。ですね、改めまして自己紹介させていただきます。椿の花に英語の A って書いて、まあ、無理やり読まして春英って言うんですけども、今日はですね、司会の松津さんの誘いで来させていただきました。まあ天使の歌声なんて紹介してもらってね。恐縮なんですけど、まあ、普段は老け顔すぎていろんな人に、すごい誤解されるんです。中学生の時とか中学1年生なのに後ろから生徒に先生おはようございますなんて声かけられて、しかも1人ならともかく2人並んで挨拶されちゃったんで、やべえ老けてんなーなんてすごい落ち込んだりしたんですけど、まあね、そういうのをまあ気持ちだけは若くいこうと思ってこうやってライブでいろいろ挑戦させてもらっています。まあ押してるそうなんでね、今日はあんまり喋らないでいこうと思うんですけど、2曲目は、最近人気のジンピーっていう自然の敵ピーさんのなんだっけ、チルドレンレコードっていう曲です。聴いてください。少年少女魔物と揺れ合う天使は着物が
違うやつを許しちゃ無邪気だね。ほら出番だパーティーワードでこの邪魔しちゃ邪魔は止まらない。さあ呼んだくさくなるお子様なら燃える炎上で楽曲は休むだろう。知れないのまだまだほら早く早く見てほら視線を合わせて吐いたしな。人が張りだけば頑張ってたどうすんでしょうか思ったってことでワンコロで視線を合わせてぶっ飛んだ風に違う言い方は冗談じゃない。人間はずっとハイエンドを知っている。なんかどんな怖さも知れちゃいそうだったか知らんもっと行きないから目を開き手を取り合えたら案外自分の心を合言葉を学んでいる。失せない僕じゃない前を向く揺れる炎天下希望だって思い出し道に出す不可思議な出会いと別れをねえねえと時の世界のことだんだんだって笑い飛ばせたんだ。あなたが終わる少年少女前を向け揺れる炎天下希望だって痛み取れ痛み取れ世界のが熱く燃え上がる心の空に染まる心で来ることが落ちたんだ。ありがとうございます。はぁ、今の曲、聴いてて分かると思うんですけど超疲れますね。僕、告知らしい告知ないんですけど、歌うのがすごい大好きでフリーで活動してるんで、もしなんかこんなイベントやってるから出てよなんていう人がいたらぜひぜひ声をおかけください。ちょっとアクシデントにちょっと弱いんで、そこら辺はね目つぶってもらって笑ってもらえると嬉しいんですけど。では、最後の曲は今度こそ「さりしの原」って曲です。どうぞ聴いてください。Thank you.
情にその方は裏も表も症状を極めてた。やっと君に会えたのに離されるまで時が拡大遠くだ。すごい真四角に切り取られたかな。なんか謎の空間がありますね。そうですね。なんかもうちょっと近づいてほしかったかなと思うんですけど。なんか徐々にこう。そうちょっと、ね、はい。まあ僕人見知りなんでちょっとあんまり前に出ていくことできなかったんですけど。人見知りの心の傷のあだみたいな。そうですね。ちょっとあんまりえぐらないでもらえる。あの一つだけで、はい、えぐったわけじゃない。まず、はい、僕でちょっといいですか。はいはい、あ僕あの俊英さんの、はい、以前別のステージで、はい、フライミートゥーザムーンを。あの歌った時があって、はいはい、で僕その時すげえ感動して、マジですか？はい、いやなんかちょっと今後ともぜひ、はい、ああいう風になんか歌をどんどん歌って気持ちをお客様にねこういう感じで、ちょっと待ってください。あの、はい、MC の途中で勧誘するのはちょっとまずいかなと思って、どうぞ。はい、どうぞ。いやあなたが勧誘してるんですよ今。え？まさかのダメだ。ダメだっけ？公開ダメだし。ちょっとせっかく前回あのダイジェストもらった。どうだ。いや僕が なんとかしてます。まあ すごく嬉しいんでお気持ちだけ受け取ってください。すごいなんかわざとらしい。いやそのことないですよ。わざとらしい。やめてください。まだまだ年齢のことも言ってましたけど。そうなんですよ。なんかまあ初対面の人も最近年齢下がってきて、まあ26、7ぐらいに見られるんですけど、まあ中学歳は今、今22、今年で23なんです。見えないでしょ。で、まあなんか。格好とかもあるんじゃないですか。でも、あの、ちょっと中高生っぽい格好しても全然無理ですよ、ね。マジか。でも、ね、僕なんか、あれなんですけど、割とでも、ポケモンやってるイメージはあるんですよ。ポケモンを、普段誰かと通信で遊んでるような雰囲気を醸し出してるんで。あでも僕あの道端で、はい、今住んでる家を売って中古住宅買いませんかって勧誘受けるくらいなんで、ね、あ、まさかそんなイメージはあります。なんかサラリーマンのイメージに、ね、そうね、なんか36、7ぐらいに見られてるのかなって思って。意外とちょっと髪型とか伸ばしてメガネとかもコンタクトに変えたりとか。でもちょっとおでこ広いんでちょっと足メトリックかなみたいな。あーさあそんな感じな、シュウエイさんでした。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。拍手。ありがとうございました。さあ、いろんな方がいらっしゃいますね。いますね、本当に。はい、というわけで、ここでちょっと、アナウンスなんですけども、はい。ここでイベントですね、せっかく皆さん、こういうイベント楽しんで、ね、遊びに来たということなので、ドリンクがね、こちらの方にありますので、はい、皆さん、よかったら飲んで、一緒にね、ちょっとほろ酔い気分でちょっと楽しんでいただきたいなと思いますので、いや本当美味しいね、はい、ぜひとも一口ね。